5つくらい残ってて、夜中お腹空いてくれたら食べるんだけどねっていう、お腹すくかなっていう。ということで今日最後の枠です。明日のスケジュールを755に編んで出したんですけど、大丈夫そうでしたか？あれで明日はちょっと、今日は3週メインでやってみたんですけど、明日は2週メインで、まあ夜の方がみんな見やすいかなと思ってちょっと夜の時間帯にしてみました。大丈夫ですか？じゃあ画像を作ってツイッターに載せますわ。で、一応ストレッチ配信って入れてるんですけど、ストレッチ配信どうだろう？できるかな？できるよね。画角はちょっとなんとか調整してやってみます。なんかいい画像ないかな。画像を探し中です。ストレッチか。だからストレッチはちょっと怖いから長ズボンの方がいいよね。そう、でも本当にベッドでしかできないからめちゃくちゃ見にくくなると思うけど、それでもいいかい。間違えた、よし、できました。明日はでも本当に私のなんだろう、独学のストレッチっていうか、私がスッキリするだけのストレッチだから本当に全然あれだよ。マッサージもしたい。でも
だから絶対この間にお風呂にも入らなきゃいけないから、カラオケ終わったらすぐお風呂に入るね。1時間で間に合うかなって感じだけど、よし、じゃあ明日のスケジュールを貼ります。カジカとボンもしないとね。乗せました。スイカさん、レインボースターありがとうございます。嬉しい。やーやーイナジーさん、クマタワーありがとうございます。ありがとうございます。ということでイベント2日目どうでしたか。でも1週間じゃないからね。わあ、ハートもなんかカプセルもこれポイントになるって聞いたのでありがとうございます。2日目かって感じですね。1週間だったらね、あっという間なんだけど、2週間だからすごく大変だなって思いつつ、でも本当に今週全然お休みで全然暇なんですよ。ほぼ暇だから、来週からイベントとかエイトの日とかのリハが入ってきてマジでできなくなるんで、今週ゆっくりやっておける時間があってよかったなって個人的には思ってます。だから結構今はすごいゆっくり時間取れてるんですけど、来週とかはあんまりこんな小刻みにできなくて、朝やって夜やってっていう。リハが押したり押さなかったりになっちゃうからっていう感じなので、ちょっと今週はゆっくりできるんですけど、来週からはこんなゆっくりはできないので、はい、すいませんが今週はとりあえずゆっくりやります。から明日はでもね、ステーキ買ったからステーキ食べてそれをご飯にのせようかなって思って、であれだね、カラオケして急いでお風呂入ってストレッチかな。そうで、私27日が8周年なんですけど、その日も多分めちゃくちゃお祝いできる時間がなくて、朝やって夜も結構遅くなっちゃいそうで、ゆったりお祝いムードができないかもしれないんですけど、お祝いしてくださると嬉しいです。8周年か、風船買わないとね、8っていう。そう、でもやっぱ毎年お祝いしてくださってるので
ゃんと、ね、記念日大事にする女なんで、そこはね。まーさん、タコありがとうございます。今日もご飯を頑張って作って、質問返ししようかな。でもショールームで質問答えますってなると本当に質問来ないから、そのショールームで募集し、ショールームのために募集しますってのは絶対書かない。彼女にしたら大変そう、大変かな。分かんない。なんかそういうなんか恋バナとかもさ、まあたまにするんですけど、このイベント期間でもう一回恋バナしたいなとかも思うし、はい、でもやっぱ高校生の時と今の恋愛の価値観って結構変わってきたなって自分で思ってます。年取ったからだろうけど、恋バナしたんや私も。多分だいぶ変わったと思う。恋バナしよう。恋バナ今しちゃいますか？かよ。いや私は恋バナ大好きだから、ほんと少女漫画大好きだし、この前もハニレも見て、友達と叫びながら見てたから夜中に。今日めっちゃなんか喉乾く、なんでだろう、ずっとエアコンついてるからかな。いい話いっぱいある。聞きたい、みんなの恋バナ。聞きたい。ハニレも何回見たんだろう。6回くらい見てる、もう。6回くらい見てる。あんま恋愛したことない、絶対に長く生きてないぞ。恋バナの一つや二つ。6回ってやばいよね。6回やばい。彼女が19歳年下です。ディフォーだって最高、最高や。そんな19歳年下やば、私なんてもう赤ん坊と付き合ってるようなもんやん。21の下って19下って2歳。2歳、3歳と付き合ってるの私。無理。無理。私は声でかい。私上、あ確かに私上だと、うん、40歳。今度好きな人と花火大会行ってきます。やったー。もうそんなの浴衣を着ていくしかないじゃん。
でも友達の友達15上の結婚して仕事しなくていい、仕事しなくていい。え、でも私の友達も12個一回り上の人と結婚してる人いる。わかんない。だからそんな年上の男性と触れ合うことがない。だって同世代しかないわけじゃん。同世代って言っても1個上とかしか関わったことがないから。もう舞台ではちょっとお話ししたけどね。なんか年齢ってより人による気がする。なんかそういうのって結局は。でもどうやって思われたらいいんだろうな。私はでも多分年下の男の子は多分私的に無理で、私が可愛がられたいから。でもなんか子供って思われるのも嫌だしな。むずいね。周りの既婚者がみんな不倫してるけん、私も結局も不倫系のドラマもよく見てたから。ドラマは好きだけど現実はやっぱりね、不倫浮気は良くない。ギルティめちゃくちゃおもろい。いや、わかんないけど、いや勝手な意見ね。私の勝手な意見はなんかそりゃ、まあ、何年も付き合ってたらさ、なんだろう、マンネリ化とかさ、飽きちゃうってのもさ、きっと人によってはあるんだろうなって思うんだけど、なんか私もその小学校じゃない、高校とかの考えは飽きちゃうんだろうなってのがあって、まあ、いろんな人となんかお付き合いとかした方がいいんだろうなって思ったんだけど、なんかこの年になっていろいろなんかテレビとかドラマとか見てて、なんか遊ぶというより自分のことを一番に理解してくれる人、やっぱ結局は自分のことを一番愛してくれる人がいいんだろうなって思った。だから今さ、分かんない、周りにもさきっと付き合ってても男の子と会ったりとかさ、なんか付き合わないで遊んだりとかする子もきっといるんだろうけど、分かんない、個人的にはやっぱ一人から愛されることってすごく素敵だなって思った。愛したいより愛されたい、そこはむずいよね。私はでも自分が愛してたらすごい恋愛はしてるなって思うんだけど、自分愛す方が多分なんかしんどくなっちゃいそう。だから愛されたいかな。愛されてた方がメンタル的にも安心しそうだなって思う。とか大人になってお付き合いして、なんか分かんない、これは人それぞれかもしんないけど、なんだろう、友達に紹介してくれるっていう、なんだろう、のがめちゃくちゃ嬉しいのかな、嬉しいのかなって思った。未読し続けたら鬼天かけてきそう私。でも昔はそういうタイプだったかも。でも今はなんだろう、割と一人の時間を自分が大事にするようになったから、うん、絶対そうだったと思う。
合ってる合ってる合ってるけど、今はそうだね、一人の時間を分かるようになってきたから。でもあーなんで構ってくれないんだろうと思って一回はかけちゃうかも、もしかしたら。日によるけどね。でもちゃんとタイミングとかちゃんと考える。それは大人になってるはずだから。そう、いやだからなんだろう、私はまだ少女漫画とか高校生の恋愛止まりだから、大人の恋愛の話を聞きたいんですよ、皆さんの。聞きたいんですよ。大学生ってもう大人じゃん、なんかね、大学生か。いや恋愛ってすごいよ。なんかお父さんの過去の恋愛の話も最近聞いて、なんかすごい自慢げに話してきて、すごい、なんだろう、父さん昭和の人だから昭和の恋愛ってなんかすごい楽しそうだなとか思ったりもして、右足刺されそうなとこ、やばい、そんなのもすごい、何それ、どういうことって感じだもんね。恋愛ってね、恋愛話聞くの楽しいもん。かゆい、すごい、男に刺されたかな。いやでも実質私も多分メンヘラだったんだと思うんだよな。待って、おもろいな、こんなのショールームじゃないの、やショールームでしか話せないのやだな、おもろい。私ってメンヘラに見えたの？でも今は別に違うと思うけど、でもメンヘラの子の気持ちは分からなくはない。メンヘラの雰囲気ある？友達がメンヘラと付き合ってた、やばかった。いや待って、今もでしょって、嘘でしょ。やだな、なんかこうやってさ、ちょっとさっぱりしてそうに見えてこいつメンヘラなんだってみんな思って生活してたんだ、うちのことは。最悪最悪最悪、依存気質なんじゃないかな、わかんないけど。急に泣き出すのは違うのよ、それは育ちの問題。育ちの、すぐ泣くってメンヘラじゃなくない？嘘でしょ、すぐ泣くってメンヘラなのかな。感情移入しやすいだけなんだけど。めちゃくちゃ、ちょっと私の恋愛の偏見みたいなイメージなんかください、教えてください。私の、偏見、イメージでいい。時間やばい、時間やばい、ちょっと一回ランキング読むから送っといて。
13位ヤスンさん、12位ダイヤくん、11位ピピピピちゃんでいいのこれ、ピピピピピピちゃん、10位マチャヒロさん、9位ワイキャットマーク、2日目お疲れ様、明日もよろしく頑張ろう楽しもんねさん、8位りょうさん、りょうで合ってる、りょうさん、7位クニさん、 OK アットマークナンバさん、6位マーさん、5位スイカットマーク稲取どんさん、4位タクヤットマーク稲取どんさん、3位ロロさん、2位イオ、1位イナジアットマークいつまでも言うなを彩りますさんです、ありがとうございました。待ってクソおもろいんだけど、あーおもろいおもろい、おもろい、ピピちゃんね、じゃあピピちゃんって呼ぶ、うわーすっごいなんかおもろい、絶対やるのやめようこういうの絶対好きな人できた時にやるのやめようこういうの、みんなから逆に学んだわ、これはやっちゃいけないってことをだってめっちゃ言われてるよ、だってあーおもろいおもろい、甘え、うん、甘えん坊なら甘え、怒った時に長文送りそう、好きになった時にいつでもくっついてきそう、ジェンリーの履歴、あ位置情報ね、位置情報の観覧履歴めっちゃつけてきそう、オイラインしてそう、ほらあご機嫌損ねずかなり難しそうみたいな、そうそう全部あってそう、反省文は欠かせませんわ、あーなんかでも高校生の時とかなんか前輪流行ってて、その時はみんな前輪カップルでやってたから、あー前輪入れたら方がいいのかなと思ったけど、今はなんかいらないかも、友達だけでいいかも、うん、でもちょっと遠距離だったらなんか位置情報欲しくない、ジェンリーってなんか位置情報のアプリなんですけど、位置情報交換したら分かる、うわーちょっと待って待って待っておもろいおもろいな、でも、もし私が卒業した時にみんなに恋バナをちゃんとできるようになったら、私は包み隠さず全部自分のことを言うみんなに、それでみんなが引くか引かないか聞きたいからこれは卒業したらだね、多分これ3時間多分切れると思うんで切れるのを待ちます、ということで今日も見てくださってありがとうございました、明日も7時半から、朝30分だけなんですけどやります、やります、星集めて捨て星6時45分にしてください、おやすみなさい、ありがとう、でも私ちょっと早めに終わってるから切れないかも、1分くらい、ありがとう、ギフトも星もコメントもいっぱいありがとうね、また明日も楽しい配信にしましょう、おやすみなさい、バイビー、切れるかな、適当に、お風呂入ります今から、バイビー。